マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。カープの先発はエースの野村、対するスワローズの先発は右のクック、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の野村、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは坂口。第9投げました。初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました。変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。野村3球で仕留めてみせました。第4球を投げた、外れた、ボール。投げた、打った、ファール。第6球を投げた、バッターの足元。さあ、7球目、外角低め、見逃し三振。レフト青木、背番号23。第3球を投げた、ボール、アウトローへ。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げました、見逃し三振。バッター野村、立ち上がり、初回は完璧なピッチング。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは村上。第4球を投げました、アウトロー、空振り三振。4連続三振になりました。バッターは5番西浦。第3球を投げました、アウトロー、際どい球、ボール。第4球を投げました、変化球、空振り三振。5連続三振。バッターは6番西田。西田、背番号30。第4球はインコース低めいっぱい、見逃し三振。野村、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。カープリードで迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で相澤。第9見送って、ボール。投げた、打った、痛烈な当たり、ライト下がった、ワンバウンドヒットになる。松山一気に三塁へ。松山三塁です。と相澤。3回の表、3点を追いかけます。スワローズの攻撃、トップバッターは広岡。第2球投げた、インロー空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、変化球、空振り三振。野村、見事なピッチングです。バッターは8番エスコバー。背番号2。さあ、次の投球、投げた、ストライク、少し迷ったか。第3球を投げた、打ちました。上本交代、ヒット、センター前ヒットになった。エスコバー、いいバッティングを見せました。バッターは代打雄平。第9初球見送ってストライク。1球目ストライクから。第2球打った、ショートの頭上、上本余裕があります。取りました、1塁へ送る。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第7球をランナースタート、三振。3回の表が終わって3対0、カープ3点リードは変わりません。カープリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で相澤。初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球を投げました、マシンで捉えた、ライナー。松山2塁回った、バッターランナー二塁でストップ。相澤ツーベースヒット。さあ、チャンス。
ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは塩見。次がラストボール。投げました。外角低めいっぱい、見逃し三振。第3球を投げました。インコース引っ張った、ファール。投げました、ボール。第5球投げた、打ちました、ショート右、一塁送球。あっと送球それた、一塁アウト。これはアウトです。左バッターボックスには村上。今日の第1打席はスイングアウト。第4球は打った、三遊間のゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。野村、ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。5回の表、5点を追いかけますスワローズの攻撃。トップバッターは西浦。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。野村ナイスピッチング。初球ストライクから。第2球投げた、内角低めいっぱい、ストライク。もう追い込んでいます。投げた、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、抜けた。西田ナイスバッティングです。バッターは7番広岡。今日の第1打席はスイングアウト。投げた、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げました、おっつけた、切れていきます、ファール。投球これから4球目。インコース低め、空振り三振。バッターは8番エスコバー。第1球投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから縦のカーブ、見送ってストライク。第3球内角低め、空振り三振。野村、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。五十嵐降板、右の大下、今日3番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、見送ってストライク。第2球打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球は3球目、投げました、ボール。次が4球目、投げました、完全に外れた、ボール。投げた、豪快に引っ張った、ファールボール。さあ6球目、インコース引っ張った、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。高速スライダー、空振り三振。5回までが終了しまして5対0か。この回の攻撃は0で終わっています。ピンチヒッターは中村に代わりまして、中村。第9投げた、アウトコース低めストライク。まずは決めてきました。投げた、インコース低めストライク。第3球を投げた、アウトコース低め、空振り三振。中村、全くタイミングが合いません。次が5球目、投げた、打った、いい当たりだ、ヒット。打球が転がっている、打ったバッターは二塁へ向かった。坂口、ツーベースヒットを放ちました。右バッターボックスは2番塩見。ここまで2打席連続三振、空振り三振。バッターは3番青木。今日は三振とショートゴロ。投げました、打った、痛烈な当たり、ライナー破った。坂口、三塁回ってホームへ。スワローズ、ようやく1点を返しました。バッターは4番村上。今日は三振とサードゴロ。さあ4球目、アウトコース、外れてボール。さあ5球目、膝元、空振り三振。三振に切って取りました。6回の表が終わって5対1、野村とうとう打たれてしまいました。か、ピッチャーを交代します。先発の野村、6回1失点の好投でマウンドを譲りました。左の堀江、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。ボール。第5球投げました、打ちました、ファール。さあ6球目投げました、三振。右バッターボックスは6番西田。これが3度目のバッターボックス。打ちました、上本、下がっていった、ヒット。
西田、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは清岡、ここまで2打席連続三振。変化球、空振り三振。右バッターボックスにはエスコバー、今日3打席目、第1球投げました。初球決まってストライク、いきなり151キロ。打った、あっと抜けた、ボールは中継。エスコバー、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあここは守りどころです。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。さあ5球目、打ちました、ライト前進、取りました。これで3アウト。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。スワローズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは坂口、151キロ直球、空振り三振。バッターは2番塩見、ここまで3打席連続三振。投げた、スローカーブ、ボール、インローへ。第5球投げた、カットボール、見逃し三振。バッターは3番青木、これが4度目のバッターボックス。投げた、149キロ直球、空振り三振。三者連続三振。堀江、連続三振で切り抜けています。8回の表が終わって5対1です。さあバッター、チャンスをものにできるか。第1球見送ってストライク、いきなり152キロ。投げた、ボール、投げました、危ない球。次は4球目、投げました、4球目ストライク。第5球投げました、打ちました、ショートライナー。これで2アウト。カー、ピッチャー交代です。堀江降板。ここでマウンドに上がったのはフランス、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番西浦、今日はここまで3打数ノーヒット、3三振。打った、ショート右へのゴロ、一塁送球、アウト。さあいよいよあと1人。バッターは6番西田、スタンドからは大きな声援が上がっています。投げました、打ちました、サード左へのゴロ、アウト。ゲームセット、カープ、見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきま